タ DeNA ベイスターズ対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様を横浜スタジアムから生中継でお届けしてまいります。ベイスターズはジャクソン、ホークスは有原の両先発です。解説は工藤公康さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。バッターは7番に入っている牧原、2アウトになっています。高め打ちました、ファウルになります。大きく外れていきます。3球目打ちました、さあどうだ、大きな当たりが外野へ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、バッターランナーは2塁まで進みました。ベイスターズピンチになりました。まずは見送ります。ワンボール。2球目打ちました。センターの前に落ちる。ベイスターズさらにピンチになりました。2アウト満塁です。バッターボックスには先発の有原が入っています。さあ一打先制という場面を迎えています。ツーアウトながらランナー満塁、バッターボックスには有原、なんとしてもここで止めたい。マウンド上ジャクソン、高めに来た変化球ですが空振りです。インサイド打った、サードの左、ファウルボールです。外際どい球、ボールになります。外へのスライダー、ここは見極めています。押し出しとなると先制点が入る。先制のランナーが帰ってきます。押し出しです。ホークス押し出しで先制、1対0。有原がよく選びました。ジャクソンからフォアボール。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この打席には先発の有原が入ります。さあ一打先制という場面を迎えています。打ち上げた、スタンドファウルボール。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。アウトコース、これは見送ってボールです。これもアウトコース、切れました、ファウルボール。これもインサイド、レフト線、これは大きい、ライン際に打球が飛んでいる、切れました、ファウル。フェアならば先制かというところでした。